常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日のゲストは吉田大佐さんです。お願いします。いや、吉田さんね、たまたまなんですけどね、はい、ジョネトラダムスフライデー収録しようと思ってね、はい、何やろうかって見てたら、なんと中国の恒大がアメリカで破産法の適用申請、ということで、ちょっとフライデーの収録前にですね、はい、これちょっと緊急動画撮んなきゃいけないということで、今撮らせていただいてます。はい、はい、ということで、今日の内容面白かったらぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけるとね、嬉しいですね。はい、あと内容気に入ったらもちろん Thanks ね、お願いしますね。はい、でまず私も今このニュース初めて見ました。はい、びっくりですよね。はい、まずね、タイトルこう書いてあります。はい、不動産大手中国恒大集団アメリカで破産法の適用申請。まずですよね。チャプター11ってことですか、破産法ってことは ね、 ね、じゃあこれ読みますよ。はい、経営再建中の中国不動産大手中国恒大集団が17日ニューヨークで破産を申請した。いやー、すごい。しかもニューヨークでなんですね。ニューヨークでです。はい、資産の強制的な差し押さえなどを回避できる連邦破産法15条ですね、チャプター15ですね、15条ですか、じゃないですね。はい、15条の適用申請で難航している外貨建て債務の再編協議の前進を狙うと。ニューヨークのマンハッタン地区破産法裁判所に連邦破産法15条の適用を申請して、はい、同法はですね、アメリカ国籍以外のアメリカ籍以外の企業が米国内の資産を保護する目的で資産の強制的な差し押さえなどを回避できると。というのは、まあ、資産の保全に走ったってことですね。はい、でさらにですね、まあ、これちょっと記事も混乱してるな、なんかもう全然脈絡なくいろんなこと書いてある。急いで書いた、急いで書いてみたいな。去年の、12月期と、ごめんなさい、おととしの12月期と、去年の12月期の連結決算は2年間、合計、損益最終損益合計が単純合算で5800億元、約11兆6000億円の赤字。すごい額ですね。すげえな、2年で11兆、もうダメじゃないですか。北朝鮮の国家予算超えてると思うんですけど、いや恐ろしい、の赤字となり債務超過に転落していたと。まあそれはそうです、失礼予算ですね。はい、1996年創業の恒大は中国の不動産ブームに乗って高成長したうぬんかんぬんっていうのがありまして、でまあだいぶ市況が厳しいねと。でそれからですね、恒大のほか中国、不動産最大手で、高いブランド力を誇っていた碧桂園コーマタ ね、はい、ね、出ましたカントリーガーデンホールディングスね、それから、中堅の遠洋集団コーマタの資金繰り難が表面化、将来の引き渡し不能リスクを意識し消費者が、未完成住宅のお互いを手控える動きが広がっているということです。でこのね、カントリーガーデンことですね、はい、碧桂園の社債なんですけど、はい、なんか今 3000% だって。3000% ですか。金利がすごいですね。金利が 3000%。 いやー、もう恐ろしい、やばいですね。はい、で恒大はですね、この記事によるとね、3月下旬、最長12年の債権や関連会社への株式の転換を盛り込んだ外貨建て債務の再編方針を公表したと。はい、ただ合意できたのは一部の債権者にとどまり協議が難航していたということなんですね。でこれどういうことかというとね、借金がまあ要は返せなくて日もさちもいかないので、はい、なのでね、返す方法として別の債権渡します、はい、現金は償還できないので、はい、借り換えでお願いしますっていう交渉をどうもしてたっぽいんですよ。はい、でね、まあ、ここを読み解くとね、でその最長12年、要はだから半年とか1年で満期の短期債をすいません12年後に払いますんでっていう。すごいです ね、 ちょっとびっくりしちゃいますけど、赤字11兆出してる会社が大丈夫です、借金返しますから、ね、いや12年後に返しますんで、これを交換してもらっていいですか。いやちょっと認められないですよ、ね、てめえふざけんな、今すぐ現金で返せバカ野郎みたいな感じで、はい、12年でいいよって受け取った人は一部に限られていたと。よく受け取りましたね、はい、一部の方いうことなんです。であともう一個ね、株式への転換を、盛り込んだ、外貨建て債務、盛り込んだ債務再編成ね、はい、株式への転換ってどういうことかというと、デッドエクイティスワップっていうんですけれども、債務をですね、別のね12年債に交換しましょうっていうパターンと、はい、もう一個株に変えましょうと。株ですか、株、恒大の株ですか。恒大の株に、それはちょっと困ります。恒大の株に変えさせてもらってください。いずれ大丈夫です、よくなりますから。本当ですか。もっとリスキーですよね。そうですよ ね、 ね、なのでもうそんなもんできるかということでみんなもうちゃぶ台返しでふざけんなみたいな感じで、ね、はい、でやってたと。
でその債務再編の方針を公表したんだけど、まあ、一部の人しか合意できない、まあ、それは当たり前ですよね。私はちょっと嫌ですね。今目の前で潰れそうなんですよ、はい、12年後とか ね、はい、ね株でお願いしますとかね、さすがにそれは厳しいですよね。半分でいいから今返して、半分でいいから、はい、キャッシュで返してってなるでしょ。そうなんです。でそれでどうもうまくいかないということで協議が難航してたそうです、はい、でそこでですね、まあ、今回破産法15条の申請で、アメリカ裁判所の権限下で恒大はアメリカ国内での訴訟や資産の強制的な差し押さえなどを、まあ、回避することができると。でこれによってですね、28日によってしている外貨建て債務保有者との債務再編協議を有利に進める狙いがあると。これどういうことかというと、返せねえんだったら、はい、お前約束違うじゃないかと、ね、だったら差し押さえるぞっつって言って、はい、差し押さえを、まあ、債権者からね、はい、される可能性があったの で、 で先んじてすいません破産しましたっつって言ってなるほど、言うともう忘れられない。そう、これから債権者会議やるのであなたが勝手に差し押さえできませんよって。なるほど、そういうことなんです。もうバリアですね。バリアです、解説すると、はい、まあそんな流れです、はい、いまとめて言うとですね、まあ、要はだから借金返せないんです。そうですね、簡単に言うともともと返せそうもなかったです。そうで返せないんで、あの手この手で債権者黙らせようと思ったんですけど、もうちょっと無理だということで、はい、もうじゃあ先に万歳しちゃえと。そうです、ね、そうしたらもう法的に差し押さえ回避できるんで、はい、ただしこれ破産法を申請したということですから、はい、債務はやっぱ再編しなきゃいけない。そうですよね。で今あるものからです、まあ、ちょっと連邦破産法15条 の、 まあ、手続きよく分かんないですけど、はい、まあ、一般的な日本の破産手続きだと破産を、まあ、申請して、はい、まあ、認められるとですね、今ある資産、ね、はい、を、まあ、売ってですね、でその、まあ、債権の割合に応じて分配すると、はい、いうことね。だから売ったお金だから、債権、まあ、持ってる資産を全部売って100億円、ね、まあ、確保しましたと、はい、なったらそのまあ恒大のね債権者全部集めて、であんたはどれぐらい貸し取るんやってやるわけですよ。なるほど、比率を出す、ね、そう比率を出すわけですよ、はい、でそれでそのまあ半分持ってる人にはじゃああなたは50億、あなたはいくらっていうふうにやるんですけど、ここでまた一つですね、何は金融道的なストーリーでございまして、あら、何でしょう、もう債権者の人ね、はっきり言ってこれいつ帰ってくるか分かんない感じでしょ、まあ、そうですよね、で10もないですか、ね、でしょ、10分の1、100分の1になっちゃうかもしれないでしょ、はい、そんな紙くずやったらわしが今この場で1万円でこうたるわみたいなのが出てくるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、いやすごい。でそれでバーって集めると、ほら 1% しかもともと持ってない人でもほら、はい、ね、どんどん買っていけばさ、そうですね、買い叩いて買っていくと割合増えるじゃないですか。なるほど。でそれで思ったよりもこれ取れそうだなってなった時それで儲かっちゃうみたいな。すごいですね、そんな方もいらっしゃるんですね。そうです、これ基本です。はい、で簡単に資産を処分させねえぞっていうので、はい、そのね、例えば不動産なのかだったら、はい、短期賃貸借売ってですね、はい、立ち抜きができなくて実は売れませんみたいなことあったりとか、はい、これ何は金融の世界ですけど、はい、まあ、こういうのがぐっちゃ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 こうあるんですよ、はい、まあアメリカでも多分似たようなことできるはずです、はいはい、なので、まあ、連邦破産法15条はどういうものかというよう分かりませんが、まあ、破産したということはですね、はい、まあ、ある程度資産を保全するんですけど、債権者に対してもある程度の、まあ、リターンを返さなきゃいけない。で今あるものを、まあ、おそらく、売却してですね、早いもん勝ちでは返しませんよと、はい、ね、ね、早いもん勝ちでは、そう、早いもん勝ちでは返さないけど、その、まあ、持ってる、ね、あんたいくらやられたんやいっていうのを全部合わせて、全部合わせてリスト化して、はい、あ、で誰さんと誰さんと誰さんの分を俺買いましたから俺何パーにしてくださいみたいなこのやって、はい、でそれで、まあ、最終的にはその、まあ、まあ、資産の一部を売却するかなんかの原資からお返しすると。なるほど、ね、いうことです。そうやって買い集めればいいんですね。そうですね、はい、でまあこれで一応、まあ、その営業は続けながら、まあ、債務の再編にもみたいな、はい、まあ、要はその、日本でいうとその民事再生法とかですね、はい、まあ、そういうのに近いですよね。 どっちかというとね、まあ、アメリカの破産法ってそうなんですよ。生かしながら、はい、ね、生かしながらその、まあ、債務は整理するみたいな、はい、でまた 再出発みたいな感じなんですけど、はい、まあ、少なくともですね現時点でこの再出発の絵は描けてるかというと全く描けてない。そうですね、資産もないですよね。資産ないかもしれない ね、 そうですよね、うん、まだ抜け駆け的なその差し押さえを回避するためにとりあえず今回やったんだけど、はい、じゃあだからといって、じゃあこれをやったからといって恒大がですね、はい、昔みたいにバンバンいけるかと、かなり難しい。ないですよね。かなり難しいですね、はい、しかもアメリカだけですもんね。そうです、これはまあアメリカの要はその外貨建てのですね、まあ、債務のね、はい、まあ、再編をまあその、ね、進めようという意図で、まあ、先にカードを切ってきたということなんですが、はい、まあ、これ多分訴訟になる可能性もありますよね。そうですよね、うん、そう、めっちゃ長引くでしょ、はい、そうするともう営業どころじゃないじゃん。そうですね、
うん、で恒大がでは例えばね、はい、その海外で資金調達してアメリカの巨大ショッピングモールを開発しますのでできるわけないじゃん。できないです ね、こんな赤字ではできない、うん、でむしろ今持ってるものどれ売るんですかみたいな話でしょ、はい、だこれはだからその、まあ、企業の成長過程というよりは、はい、崩壊過程ですよ、ね、そうですね、もう収縮してますね。まあこれいろいろ多分ねチャイナフレンズ的にはいやこれ破産法っていうのはね、そのね民事再生法と同じで日本のね企業を生かすための法律でなんちゃらかんちゃって言うかもしれないけどさ、いや調子いい会社だったらこの子にやんなきゃいけない、まあ、そうですね、はい、普通はお世話になっちゃいけない、はい、二度と来んじゃねえぞみたいな世界ですよ、はい、でねでこのねアメリカのじゃ連邦破産法適用を受けてから奇跡の復活してね再上場した会社とかもあると思いますよ。そうです、ね、ありますけど、じゃあ今の恒大が確実にそうなるかっていうのは誰にもわからないです。わからないですね、赤字が大きいですからね。そうですね、でメインの事業はチャイナでやってるわけですから、でチャイナの経済がもう今この低たらくでしょ、はい、厳しいですよね。厳しいんじゃねえかなということですね。中国だけデフレですもんね今。はい、でね、すでにですね、恒大はですねこれ、まあ、今年の4月のニュースですけど債務不履行請求など裁判1300件起こされてるそうです。大変です総額これだけで6兆円だそうです。恐ろしい。これ日経新聞の記事なんですけど、はい、経営再建中の、恒大が、同社への債務、履行などを求める裁判で進行中の案件が今年の2月末時点で1317件、請求額が約6兆円と。はい、で、未決訴訟案件に関して、外境開示、まあ、この時ね知ってね、で恒大集団抱えていた裁判から推測すると、工事や資材業者の、恒大側への未払い金を請求するといった案件が多いと。要はそのあれですね、買掛金の未払いですかね。はい、はい、で恒大集団はですね2月末時点で国内外債権を除いたですね不履行の債務ね、あの要は借りてるお金を除いた業務上の不履行の債務はですね、はい、2370億元、コマーシャルペーパーが2479億元、また3月末時点では地方関連会社など、凍結資産案件は154件呼ばれてる。もうダメだ、めちゃくちゃじゃないですか。もう集中治療室でもう管、そうですね、大変ですよ、管だらけになってる状態でもうやばいと、危ない、はい、五輪中間近みたいなところで、はい、もうやばいということで連邦破産法ドーンとバリアってやったんです。バリアってやつ聞かないですよね、なかなかそこに。だおそらくこれチャイナの国内ですね、このねこの記事は ね、 で海外から調達したその債権の方ですね、はい、ここではだから国内外債権を除いた不履行がっていう、まあ、記事なんですけども、4月の記事はその国内外の、ね、特にその国外債権の、はい、まあ、件で、まあ、今回は破産法適用と。なるほど、し、まあ、申請ですね、はい、申請したということなので、まあこれね、まあ、いろんなその破産からね復活したサクセスストーリー、はい、アメリカンドリーム、まあ、アメリカンドリームあると思いますよ。あるかもしれないです、ね、あったことは否定しないし、恒大、はい、がねかなり低い確率でそのアメリカンドリームを達成できないことはないと思いますよ。ないですね、宝くじに10回連続当選するぐらい、いや無理ですね、宝くじ1等10回連続引くぐらいの確率ではあるかもしれないけど、無理なんじゃん普通考えて。そうですよね、うん、厳しいなということで、はい、でこれでね、あの一気にですね、そのまあこれ恒大だけじゃなくてですね、はい、カウンターパーティーリスクってのが出てくるんですよ、うん、カウンターパーティーって何かというとね、恒大と取引のある会社、はい、ああ下請けさんとかですね。そうです、はい、それから恒大と取引のある銀行、ああそうですよ ね、下請けさんはだからもうこれでその下請けにとっての売掛金、はい、恒大にとっての海外金がもうパンになっちゃうかもしれないでしょ、はい、そうです、ね、下手するとそうそう、その売掛金当てにしてたその会社がさ、はい、もう資材とかも全部投入してね、人件費も使って仕入れもやっちゃったのに、ね、未払いなのってことで、はい、お金あれば持つけどこれで資金繰りに窮してそっちが倒産する。そうです ね、 増えますよね。そう、取引先のそのカウンターパーティーリスクと、あと恒大に山ほど貸し込んでる金融機関が、はい、貸してる金返ってこないじゃん。そうですよね、バランス自体穴がない、この銀行債務超過じゃないみたいな金融システム、メルトダウンの線よりね、はい、あなるほど、これ日本が1990年代起こしかけたやつですけれども、はい、それの可能性はある。恐ろしいですね。恐ろしいです、中国が大変なことに。そうです、だカウンターパーティーリスクが一気に出てくるし、さらに言うとね、恒大じゃない他の恒大みたいなビジネスモデルの会社も危ねえんじゃねえのと、結構多いですよね。そうなんです。でそれが今出てるのが碧桂園ですよ。カントリーガーデン、碧桂園コウマタ、コウマタと書いて読み方が難しい、カントリーガーデンホールディングスらしいんですけど、碧桂園がだから今やばくて、ほとんどだからその 3000% っていう金利を要求されてるので、これ昨日あの私自分の動画で言ったんですけど、はい、あの金利 3000% ってことはさ、これまあ単純計算で言うとさ、
これね、だから365日、はい、で、365、まあ、ざっくり300で割ると1日10じゃないですか。そうですね。だから1日 10% の確率で破産するわけですよ。だから10日後に10日後には帰ってこないぐらいのフェルミ推定ね、ざっくり言うと、はい、うん、ちょっとこれ計算間違ってる部分あるかもしれない、まあ、大体そんな感じ、ざっくりで、ね、ざっくりで、うん、はい、大体まあ10日から2週間ぐらいで破綻するんじゃねえかっていう金利ですよね。むちゃくちゃですよ。3000% ってそういうことじゃないのって、まあ、ざっくりね、これをだからその破綻確率を読み替えたらですよ、はい、ね、まあ、このちょっと私流のフェルミ推定ですけど、まあ、ざっくりだから2週間持つかなみたいな感じなんで、恒大がこういうことになるとその碧桂園だのなんだ、あと地方のそういう不動産会社にも波及していくかもしれないので、週明けナイアガラの可能性が出てきました。そこで吉田さんなんですよ、ナイアガラといえば出動しましょうか。出動しましょうか。来ました、なぎさの KKD。行きましょう。ここだーが出るかもしれない。設定しておきます、今日のうちに。あ、今日のうちに。はい。吉田さん仕込むってよ。やります。根性ありますね。段階で仕掛けておきます、はい。投資は自己責任でお願いいたします。はい、でも楽しいですよ。楽しいですからね。はい。ということで、今日の内容面白かったらぜひね、高評価のボタンと、はい、チャンネル登録ね、はい。さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。